今日はですね、日本証券新聞の2面ですね、そこに、あります、どうなる8日、10日、ETF 換金売りというところになります。まあ、例年ですね、7月になると、まあ、この8月、8日、10日の、この ETF の換金売りというのが、どうしても話題になってきます。これはですね、日銀の ETF、まあ、今現在はですね、ETF これ買い入れが終了しているんですが、まあ、それがあまりにもちょっと大きくなったということで、この分配売りというのが出てきます。これ8日にですね、現物で2200億、先ほどね2600億、合計で4800億円の売り需要。あと10日の方は現物が3500億、先物4300億、7800億円の売りが出るというふうになっています。まあ、都合ですね、今年は8日、10日合わせて1兆2600億円ぐらいのですね、これ売りが出るというふうに言われています。まあ、これ毎年恒例ではあるんですが、これあまりにもですね、日銀のものがですね、大きくなったということで、最近これ2019年以降ちょっと見ていくとですね、まあ、日経平均が下がり、下落する傾向にあります。2019年7月8日212円安、日経平均。7月10日31円安。2020年7月8日は176円安、7月10日238円安となっています。あと2021年、これが7月8日248円安、7月9日177円安となっています。2022年、ここはですね、全部まとめて7月8日に来ています。まあ、ここだけですね、日経平均26円高で終わっています。昨年2023年、これ7月7日384円安、7月10日198円安と、これやっぱり日銀のですね、買い入れがどんどん増えてくる中で、日経平均非常にちょっと弱い展開になっているというのがわかります。ただしですね、この5日営業後と10日営業後を見ていくと、いずれもですね、特に10日営業日の後ですね、ここはですね、日経平均すべてにおいてプラスに転じているということになりますので、仮にですね、この7月8日、10日、まあ、また今年もですね、売りが出て、下落で、終わるようであればですね、そこが絶好のちょっと買い場になるということが、このデータから、わかるというふうになっています。まあ、過去12年間のですね、この当該日というところを、日本証券新聞さんに、載せているんですが、これが今4勝18敗というふうになっています。まあ、先ほどからちょっとね、何回かお話ししていますように、まあ、日銀が買い入れを受けて、ETF の残高が膨れ上がった、本当直近ですね、このあたりは非常にちょっと下がる傾向になっていますので、ちょっと注意が必要かなというふうに思います。ただしですね、今年ちょっと例年と違うのは、これ今プライム市場のですね、売買代金、こちらの方が、例年はいつもね、3兆円未満とかなってるんですが、今年に限って言えば、このプライム市場の売買代金が、3兆円後半、ないしは4兆円を超える場面もありますので、ちょっと例年とですね、はちょっと違うのはですね、このプライム市場の売買代金が多くなっているので、そこまでですね、影響を受けない可能性も、今年に限ってはあるのかなというふうに思います。ただし、これ7月の8日、10日にはですね、これはもう毎年のような、これは行事になりますので、まあ、一つですね、これ頭の中に入れておいてもいいことだというふうに思います。今日は2面からですね、ETF の解禁、8日、10日、まあ、ここのところですね、ちょっと注意というところをお話しさせていただきました。